こんにちは。詰め将棋ですけども、今日は2問とも9手詰めです。秒殺9手詰めとちょいむず9手詰めで、こっちは秒殺の方です。と言っても、それはまあたまたま私が0秒で見えたというだけなんですけども、これは本当に見た瞬間、0秒で筋が思い浮かんで、あとは確認だけということだったんで、3一角なんていう手は一瞬たりとも考えなかったんですけど、まあでもよく見たら指したくなる感じかなと。まあこれこっちに逃げてくれればもう飛車がなっておしまいというだけなんですけども、なんでこれはここに逃げて、でまあ角が毒しか、まあ角が毒か歩がなるかですけど、角が毒と、まあこれどういった意味がないんですけど、まあこれ正面に毒ともう全部銀で抜かれちゃうんで、かといってまあ先に歩がなって、まあこれ同玉だったらこっちの馬が行って、まあこっちでも詰むかな、詰むんですけど、同香と取られてあまり意味がなく、まあこの角が引ける場所ができたというだけで、これもやっぱり抜かれちゃうということなんで、3一角は全然考えもしなかったんですけど、ダメですと。で、これはもしもまだ積んでない人、実戦でありがちな筋なんで、これはぜひともって感じですね。まあ、とりあえずこの軽く投げ捨てると。これ、同香と取ってくれればもう、ありがたくこれで積みなんで、同玉と取るしかないと。で、そこで、まあ、差しづらいかもしれないですけど、玉を三段目に釣り上げて飛車が成るっていう、これ実戦でよくある筋ですね。で、これはまあ逃げ場所がないんで、合駒、まあこれ合駒はっきり言って何でも同じなんで合駒するって。で、まあもちろんここ角打ちたいんですけど、ここに逃げられちゃうんで、まあ打って、逃げて、取ってなんていうのも実際にありがちですけども、まあここは取られちゃうんです。そこはここでは、まずはせっかく取った強者で、ここを塞ぐには足が長いんで、まあこれはもうどっから打ってもいいです。1、4より下だったら。で、これももう合駒する一手。これも合駒は何でも同じ。なんで、あとは2二角打って、これで積み上がりということになります。ということで、詰め手順は、強者、角で馬がここと。詰め手順は、1二歩成、同じく玉、1三馬、同じく玉、1一飛車成、1二合駒は何でも OK です。で、1五、まあ強者もまあ下からだったらどこでも OK です。で、1四合駒は何でも OK と。で、2二角までの9手詰めとなります。では、2問目も。はい、2問目なんですけど、2問目、これはちょっと私相当悩みましたね。まあ、初手が限られてるんで、初手はもうこれ以外ないですよね。あ、一応、すみません。手数は9手詰めです。で、初手は限られて、もう3、4桂以外ない、まあ他ないですよね。で、まあ、玉も行き場所は2、1しかないんで、まあ、こっからの7手詰めでいいんですけど、で、まあ、なんか、角捨てて、同玉で香車がなってなんていうのは、ちょっと足んないですよね。これで、桂馬打っても、香が遮断されて、桂頭の玉、寄せに行くしじゃなくて、詰まずですよ、これはもうね。この先どうにもなんですよね。なんで、まあ、角いきなり捨てるのはダメ。で、桂先に打ってもやっぱり桂頭に来られて、やっぱり続きが、桂なって同玉で、この3一に支える駒があればいいですけど、まあ、支える駒があるくらいだったら最初から、もうさっきの筋で積んでるんで、ダメと。じゃあ、って言うと、まあ、手が限られて、じゃあこれ何か意味あるのかな。まあ、これも同歩の一手なんですけど、この同歩、取らせることによって将来こう3三からの脱出が防げるんですけど、あと桂と角のコンビでこの筋が生じるんですね。これ同玉と取ってくれれば3三角成で合い利かずなんで、上行く一手で歩が余っちゃうということで、これは取ってくれずにこの空いた隙間に逃げて一瞬、あ、やばいと思いつつ、ここで今度こそ、まあ、ここが塞がってる効果で、3一に捨てられて、で、同玉の一手で、まあ、うっかりこっちで行ったら大変ですけど、4二香成ということで積み上がります。ということで、詰め手順は、3四桂、2一玉、3三桂、同じく歩、1一香成、3二玉、3一角成、同じく玉、4二香成までの9手詰めとなります。で、以上です。ご覧いただきありがとうございました。
詰将棋シリーズは、こういった藤井聡太竜王が少年時代に頭の中だけで解いたと言われる伊藤寛寿の煙詰めや、圧倒驚く名手が登場する大道詰将棋や、まあ、普通の探偵数もの、いろいろ取り揃えておりますので、再生リストからご覧になってみてください。ありがとうございました。